コンジャムゲーム風景コンジャムは4人のプレイヤーがにチームに分かれ1枚のフライングディスクと2台のゴールを用いて遊ぶアウトドアスポーツである。アメリカ合衆国ニューヨーク州ノーストナワンダという都市でチャーリーとポールの2人によってコンジャムの歴史は始まった。当時彼らは扱い古したディスクをお互いに投げ合いゴミ缶の中に入れたり当てたりして遊んでいた。そのゲームのことを ゴミ缶フリスビーと呼んで熱心に遊んでいた彼らは、これは、皆もやるべきだ。と、セールスに向けて歩み出すことになった。販売を行っていく上で、他のフライングディスクゲームと違った内容にする、必要性を感じたチャーリーは、ゴミ缶の側面に穴を開け、そこにディスクを通すことができれば、インスタントウィンとするコンジャム独自のルールを考えついた。その後、 インスタントインという特徴が特許を得ることになる。このルールのおかげで、点差が開いた場合でも、皆が最後まで熱中できるゲームになった。その後、学校の体育の授業でコンジャムが取り上げられたことがきっかけで、多くの子供たちが商品を買い求め、全米そして全世界へと広がっていった。進出済みの国及び地域は、ヨーロッパやカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、 カリブ海地域、日本である。アメリカにおいては7000を超える学校で体育の授業に取り入れられている。なお、日本においては2017年6月より黒木商事が代理店として販売を手掛ける。4人のプレイヤーが2チームに分かれて行う。同じチームのパートナーは50フィート離れた缶のそばに立つ。パートナーは交互にディスクを投げる。 またはコースを変更する役割を果たす。一方のパートナーがディスクを投げ、もう一方のパートナーが必要に応じて、そのディスクのコースを変更し、ゴール間に当てるか、その中に入れる。両方のパートナーが、それぞれ一回ずつ投げ終えた後は、ディスクを相手チームに渡す。投げたディスクが、直接、ゴール間に当たった場合、または、コース変更によりゴール間に当たる。 またはその中に入った場合に得点になる。得点方法とコンジャム、オリジナルルールとしては、下記の通りである。ゲームは、ちょうど21点を獲得したチームが勝利し、21点を超えた場合は、現在の得点から、その分を差し引きする。コンジャムインストラクション参照。ありがとうございます。